首輪ミフーズラは、超高地取り目、首輪ミフーズラか首輪ミフーズラ属に分類される、蝶類。本種のみで、首輪ミフーズラか首輪ミフーズラ属を構成する。オーストラリア固有種全長15から19センチメートル。オスよりもメスの方がやや大型になる。体型は太い。お葉は、非常に短い。上面の葉衣は、褐色で、 黒や淡かし色の反紋が入る。仮面の歯衣は白く、胸部から体側面にかけて黒い反紋が入る。翼は短く、丸みを帯びる。交際は白い。くちばしはやや細長い。講子や第二から四子はやや長く、第一子は短い。くちばしや講子は単黄色。軽動脈が体になり、総軽動脈を形成する。 卵は洋なし型。殻は黄色や開白色、単緑色で灰色や暗褐色の斑紋が入る。メスの成長は喉の歯衣が黒く白い斑紋が入り、和名や英名の由来になっている。胸部に赤褐色の斑紋が入る。未風づらかに類似し、禁煙と考えられていた。一方で、ヒバリチドリカに禁煙とする説もあり。 分子系統学的解析では、ヒバリチドリカと単系統群を形成するという解析結果が得られている。ベイカー・イアールより、ギャドにより、ツルメに、ミフーズラカと共に含められた。ウェットモアでは、それら2カは、ツルモク・ミフーズラアモク、ターニススとしてまとめられた。シブリー・アールキスと鳥類分類では、チドリシタメ・シャア・アドリーズ・シギコモク・スコロパセダに移された。 千鳥木内で本家のみで、首輪ミフーズラー木、ペジオの前を構成する説もあった。乾燥した草原に生息する。単独もしくはペアで生活する。渡りは行わないが、季節や天候により、長距離を移動することもあり、英明の由来になっている。つま先で立ち上がったり、頸部を伸ばして、周囲を警戒する。危険を感じると走って逃げるか、茂みの中に身を隠す。 食生は雑食で昆虫、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。地面のくぼみに草を敷いた巣に1回に2から5個の卵を産む。主にオスが放卵し、放卵期間は約23日。幾数も主にオスが行う。開発による生息地の破壊、狩猟、人為的に移入された動物による捕食、植物による食生の変化などにより、 生息数は減少している。ありがとうございます。